これ。この、これはソファー。家にいます。こんばん、こんばんはじゃないね。こんにちは。外が明るい。みんな仕事中かな？この時間って。で、移動中とかじゃないです。病院行って、帰ってきて、今って感じ。あと聞くしてありがとう。そう、ちょっと、ずっとなんか、体調を崩しがちで。そうなんですよ。確定申告で昇天してます。なんかさ、この時期だよね、確定申告って大変だよね。作業してるよって。点滴打ってきた、打ってきた。点滴今日も打ってきました。確定申告してねって。マイケルも確定申告行かないとってやばい。なんかみんなから確定申告の心配されてるんですけど無理しちゃいかん。ありがとう。最近ちょっと配信が全部短めなんですけど、たまにはお昼もやろうかなっていう。点滴痛い。点滴、刺すときがちょっと痛いぐらい。まだ行ってないの？確定申告？私さ、確定申告結構丸投げなんだよね。ちょっと、自分でやるのむずくないですか？なんか、親に頼りまくりです。ありがとうございます。そう、ね、確定申告ってさ、全員が全員やらないといけないわけじゃない？なんか個人事業主だけやるの？よくわかんないけど、母さんやってくれるの？いや、お父さんがやってくれるかな。お母さんとお父さんか。親に収入バレて、なんかちょっと生々しい話ですね。ちょっと良くないですよ。あの、そんな収入だなんて、やめてくださいよ、ちょっと。難しいよね、なんか。よくわかんない、私もあんまり。だからさ、本当に一人で生きていけないと思う。おいちゃん倒れてる、本当だ、倒れてる。おいちゃん、会社員をやらなくていいって。へえ、会社経由で。確定申告が終わるといよいよ新年度が始まるって感じがする。終わりますね、今年度も。ハートありがとう。じゃ、すっごい唇カサカサだな。気になる？何もしてないとこ。
やめてくださいよ。なんかちょっとなんかさ、こういう話したらさ、なんかちょっとね、ちょっとなんて言うんですか、本当にしてんのかみたいな言われる。いやーにゃありがとうございます。この世のいろいろは分かりませんね。でも私最近ニーサを始めたいってずっと思ってるんですけど、一個も分からずなんか一回プレゼントでなんか積み立てニーサみたいなのやり方みたいな本みたいなのが届いたことがあって読んだんですけど、一個もわからんくて、いやなんかこの世の世界は本当に難しく回っているなと思いながら、なんかねわかんないですね本当に。なんかいろいろと知らないことがいっぱいあって損してそうなことがたくさんある。ありがとうございます。ね、やった方がいいよ。なんかよく言う。なんかふるさと納税とニーサは絶対にやった方がいいよって。銀行で相談するといい。なんかさ、銀行に行ってさ、あの私ニーサ始めたいんですって言ったら始まるのかな。わかんないですね。どう、貯金さん。からん。ネット証券がいいよ。みんな詳しいの。本当にみんな厳しい社会を乗り越えていろんなことに詳しい。何も知らなくて今後が不安。銀行やめてって言われる。難しいお金の話題。もらありがとう。なんか風めっちゃ強い。すいませんね。貯金自分で管理してるの。そう。でもさ、なんかさ、貯金してるって言ってもさ、最近はさ、いやなんか円安の時代だからお金の価値はどんどん下がっていくから、なんかどうのこうのどうのこうの。ってなる。難しい話題。
なんかお金ねさなかったらさ作れたらいいのにね。あのお金作っちゃおうって。いやあの日本が作っちゃえばいい。日本全員で、日本人全員で、あの日本が作って、あのいっぱい作っちゃおう。中村舞造幣局。GDP とかわかる？わかんない。GDP。なんだろうね。GPS みたい。マイキューパーカーしか持ってないの。え、マイキューパーカー以外も着てるんだけどな。今日確かにパーカー。じゃん。こうなるとさ、すごいさ、もう本当にあなんかインドア、もうインドア人間って感じだよね、この美女。なんか引きこもりですみたいな感じ。本当にそうなんですけど、私基本結構引きこもりタイプなんですけど、悪そう、悪そうじゃないでしょ。こそ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 。昼間珍しい。昨日の夜が全然眠れなくってさ、本当に 20% になった、残り。止まったかも。こうしてありがとう。で、そう、起きて外出て、残り 20% でーす。充電がね、そう、でも充電し忘れちゃう。またありがとう。動いてる？アイドルも年度関係あるの？年度って何？なん、え、4月ぐらいからまたみたいな。あるかも。合わせ切り替わるタイミング。かな。うん。私なんか顔色あんま良くないね。変な顔色してる。ほんまにインドアの人だ。
ドクターストップ解除されたか、いやされたっていうかなんか通院してねって感じなんで、とりあえず少し治療期間に入っています。中村舞、次はみちゅさんの卒婚が31日にあるので、そうですね、1026日、うん、確認された、もうイベントはありませんかって、あなたもうイベントはないですかって、ね、ライブは今のとこないですよって、目がうるうる、ありがとう初見さん、中村舞です、会える予定がないです、あ会いに来てください、4月は4月来て、私の生誕は多分4月じゃないっぽいと思うんですけど、わかんないけど、来週の幕張、あ、話し会ですね。もう10枚目も最後のシングルに近づいてるので、はい。今週末はドラさんミーティング、ドラさんイベントがある。ありがとう。最後のシングルじゃない、私なんて言った、10枚目が最後の何シングルのその日程ってことは伝わる言いたいこと、会いたいのに会えない、あうん、ドラさんは最後コンサートがあります、カスカスだ、沖前公演見たんですが、沖前の偉大さと尊さを感じました、ラストの4月7日来てください、僕は4月20日のドラさんコンサート、あの席が3つあります、菜の花なんだっけ、菜の花席、花よりな、うん、おなご席、菜の花つぼみ席だったっけな、3種類あって、その花よりおなご席は亀子の席です、いや菜の花畑か、菜の花畑席だっけ、なんかね、そうそう席名がね決まってて、ありがとう、うんうんうん、
女性声優、あ、違う、そのおなごっていうのは私たちのことです。写真をなんか花より団子みたいな感じのイメージで、そうそうそう、私たちを撮るおなご、あのっていう、そういうあれでつけられたネーミングありがとうございます。なんかちょっとおきちゃんが卒業したら新しい相方見つける、私なんかお笑い芸人みたいじゃないですか。お笑い芸人さ ん、 なんか新しい相方を見つけるとか、いやもうお決まりはお決まりですからね。お決まりは永遠ですよ、卒業しても永遠です。全然私あのコンビでやってるわけじゃないんで、そんなあのそう全然ピンでやるのって、もうグループに属してますからね、そもそも ST48 というなんで、まあね、またにやったん、千穂ちゃんとは仲いいよ。なんか代わりとかじゃないです。そういうなんか違いますよ。そんなやだな。ありがとう。あの組もうって結成してるわけでもないのでね。お決まりもそうですよ。お決まりも気づいたら一緒にいた感じなんで。初期の頃にね、マシュマロありがとう。寂しくなるね。ありがとうございますよいしょよいしょ、うんうん、マイキーはセトチャレ出ないの？セトチャレはね、なんか結構基本マイカーのメンバーがあの主に出ててですよね、セトチャレってプラスな感じだから、私全くで、もう最近出てないね。ぺこぱさんと、あ、そう、ぺこぱさんと出てた。その時お決まりだった。そうなんだよね。だから、ちょっとたくさんは出ないですね。もう最近出てない。うん。瀬戸チャレね、面白い。瀬戸チャレの収録めちゃくちゃ面白いんですよ。そうなんです。出たいですね。確かにあんまり出てないかも。今何分なんだろう。まだ明るい。
16時15分ありがとうございます。30分ぐらいした。喉は痛くないんだけどね、ちょっとね、ですね。ありがとう。早く治します。夜まで寝るの？眠くなったら寝るし、眠くならなかったらね。でもなんかさ、生活習慣狂うからな、うわーってなってるんですけどね。寝れる時に寝ます。そうなの、なんかね、夜がね、咳がめっちゃ出るよね。咳で起きる。おやすみ、え、おやすみって言われて、おやすみなさい。配信終わる、うん、ビジュもねちょっと良くない本当になんかさ、本当に最近メイクせず配信めっちゃしすぎてさ、もうちょっとみんなが多分まだすっぴんかよってなってるかもしれない。うん、ありのまま、ありのママの。スピーがね、いいって言ってくれる人がね、いっぱいいたね。彼女感があっていい。あ、本当に？私、彼女感ありますか？スピンがいいな、スピン好き。うん、前髪が伸びました。ちょっと今度切ります、しっかり。ちゃんとね、ちょっと男女用語、じゃあにゃ太郎さん、タロスさん、山田プー太郎さん、あさかさん、としきさん、ゼットさん、きなぺこさん、ぼんちゃんさん、ここさん、ミッキーさん、どんべいさん、けいわいさん、ためですさん、ありがとうございます。あーしゃ前だから気をつけて。え、なんか空葉がさ、すごいおんまゆになってたよ。前髪切りすぎたみたいな感じでおんまゆになってたよね。ちょっと私もおんまゆになっちゃったら、ちょっとね、アーシャがおんまゆになるかもしれないので、ちょっとね、前髪は慎重にいかないとですね。ソラハのおんまゆ可愛かったけどな、めちゃくちゃ無邪気な感じ。ありがとう。ということで、ちょっとこの時間に見てくださった方ありがとうございました。みんな何してたんだ、仕事してたのか、何してたんだ。私が全然言えることじゃない。何してたんだ。みんなありがとう。仕事中だった、あ、仕事サボってる、仕事中ですって。あー、ごめんね、頑張って、仕事サボってるって。あ、のんびりしてる人もいる。あの、休む人は休んで、
休憩、お昼ご飯、遅い、遅めだね。やばい、ちょっとあと 10% になってしまった。もうやばい、私の充電がということで、みんな引き続き、じゃあお仕事の人は邪魔してごめん、あの頑張って、お休みの人はゆっくり休んで、ちょっとこのお昼にありがとうございました。まだね、見てくれてありがとう。まだね。